我が家ではスタンダードなじゃがいも、人参、玉ねぎに加えミックスビーンズを入れ具沢山にしています。そしてお肉は但馬牛を使っています。続きましてここになんとじゃーん、イカスミペーストと刻み生姜を加えていきます。豆乳、色は真っ黒に仕上がりました。温野菜とおからコロッケをトッピングしたイカスミカレーの完成。それではいただきます。イカスミの独特な香りがします。すごく美味しいですね。イカスミはがん予防になると言われていたり、体にすごくいいので、カレーやパスタなどに加えて食べるととても食べやすいので、皆さんにおすすめします。それでは、ナマステー。